画面の前の皆さん、こちらこてつなわです。ということで、今回はね、こちら、スコーチですね。このマップのね、強ポジだったり、立ち回りについて解説していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、開幕なんですけど、僕はね、まあ、こっち側のリスボン限定ですね。こっち側に生まれたときは、この中央の、壁走りの通路ですね。ここを覗きますね。はい、一気に開幕3期ですね。いいですね。まあ、この中央の壁走り通路はこっち側が有利なんですね。なんで、まあ、開幕のリスによって使うかは判断しましょう。逆に、まあ、今の敵側のポジションは不利なんで、まあ、単純に体のね、出る量の大きさが違うってことですね。スコーチもね、ここも押し込んでも押し込んでもリスポーンが変わりにくいマップなんで、開幕はこのラインをね、維持して、こう、リスキルをイメージしましょう。このフェーズシフト使って、こんな感じですね。敵の、リスポーンに潜り込むって感じですね。まあ、この辺まで押し込んでも全然リスポーン変わんないですね。これ倒してもこんな感じで、左からまだ湧いてきてるんで、まあ、逆にね、こうリスキルはできるんですけど、その分やられる確率も増えるので、そこは気をつけましょう。接敵回数が増えるんでね。開幕でいきなりウォーデン出せたんで、まあ、上々ですかね。いやにしてもね、あれですよね、あさってかな、あさってぐらいにまあ仕事落ち着くんで、あ、ちょっと待って、味方の位置ですね。ここ味方の位置的にリスポーン変わったんで、今度僕らがのね、初期地点、初期リスの方に攻めていきましょう。そう、あさってぐらいにはね、だいぶ仕事の方落ち着くんで、あさってぐらいからまたね、更新頻度戻せると思うんでね、よろしくお願いします。あと少しだけね、待っていただけるとありがたいです。はい。にしても、ボルクほんと強くなりましたね。このなんか、ジャム迷彩だっけ？敵倒すと、こう、血祭りになってく迷彩なんですけど、なんか若干バグってますよね。そんな気がする。なんか、赤くなるときとならないときがある。で、まあ、ここですね。このラインでもまだ全然湧き変わんないんで、こう1人倒しただけじゃなくて2人目3人目を意識しましょうって感じですね。こんな感じでね、逆に相手があの位置にいても自分はあそこ初期地点ですね、あそこからまだ湧くっていうので、ほんと気をつけなきゃいけないですよね。逆に押し込まれてるときは、まあ、フェイスシフトで隠れてちょっとね、上げようかなと思うんですけど、やられちゃうっていうね。うん。で、ここでやられたにもかかわらず、またここで湧くっていうね。うん。あそこでやられても、この位置でね、まだ湧くので、ほんとリスボンが変わりにくいです。このスコーチってマップも相変わらず。うん。全体的にそういうマップが多いですかね、IW は。なんで、ここも、慎重にね、クリアリングしながら、ラインをゆっくりじわじわと上げていきましょう。結構ね、初心者の方って、うん、生まれたらすぐ、とりあえず走り出すっていうか、とりあえず前へ前へっていうパターンっていうか方が多いんですけど、まあなんだろうな。結局それでまたやられて、またスタート地点からやり直しってなっちゃうと意味がないので、ゆっくりゆっくりと、じわじわとラインを上げていくっていうのが大切ですね。ここでやられてもまたここで湧くっていうね。うん。本当に押し込まれても、リスポーンが変わらないというか、最初のマスに戻るみたいな感じになっちゃうので、こう味方の上がりをね、こう促しながら、味方の上がりに合わせながらゆっくりゆっくりラインを上げていくっていうのが大切ですね。うん、ボルク強い。味方がスコーチャーを要請。まあ、ここは2人相手にしちゃったんで、まあ、1人を確実にやれればいいかなって感じですね。ここも追っかけるんですけど逃げられちゃうんで、まあ味方がこうね、正面上がってくれてるんで、味方を倒した敵をこんな感じでカバーしてあげましょう。マンモス拾っちゃいましたね。悪魔の武器ですよこれ。うーん、強すぎ。本当に強い。下方修正とは何だったのか。でここもそうですね、無理にラインを上げずにあえてここで一回敵を何人か倒してからって感じですね。そう、押し込まれだしたなと思ったら、ゆっくりゆっくりと味方の上がりに合わせてラインを上げていきましょう。
本当無理に一人で突っ込んであげてもね、結局味方がついてこないとやっぱりカバー味方がねできないですし、本当に意味がなくなってしまうので、特に野良でやってる場合は味方のね上がりも意識しながらやっていきましょう。ボルク強いですね。まあこの敵は見逃しちゃいましたね。でまあおかげでね、こう味方の上がりも促したんで、いい感じにリスポーンは変わりましたね。でまあここもね、じゃあ逆に相手の初期地点ですね、僕らが最初に生まれた側に押し込んでいくって感じですね。今の赤点の敵は後ろの味方に任せて、ここから初期地点を見るのもいいですね。おすすめはここですね、まあ、この位置まで押し込んでもまだ奥から湧いてくるんですよね敵なんで、まあここでリス狩りするっていうのが、まあ、一番キルは稼ぎやすいかなこの辺りで、逆にこう自分がねこう押し込まれてる、あっち側に押し込まれてる立場の場合だと、ちゃんとねクリアリングして今みたいなところで敵が待ってないかっていうのを警戒しながらこう進んでいかないと、簡単にねこうリス狩りされてしまうので、まあ、自分が相手の立場だったら、逆にね気をつけてゆっくりゆっくりとラインをね上げていくようにしましょう。まあここはフェイスシフトがうまく使えましたね。1人2人3人で4人目いけるかと思いきゃいけないっていうねクワッと並べたかったですけどね、まあしょうがないですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。まあねこのマップもね結構今までのマップみたいに押し込んでリスガリっていうのが強いマップかなって思いますね。ということで、まあよかったらチャンネル登録高評価ボタンコメントの方よろしくお願いします。まあさっきも言った通り、あさってぐらいから更新頻度戻せると思うんでね、まあそれまで、待っていただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。こてつなでした。あつぽん。